たことできないですよ。
までしなくても何かあるものを使っていただければ。そんな恥ずかしいですよ。
に座っていいですか？近くに住んでるんですか？どっち側？本当？私もそっちなの。近くなのかな？へえ、そうなんだ。じゃあ今日は一緒に帰れるね。二次会、カラオケ行きません？わーい！じゃあ、行きましょう。みたいなものです。じゃあ、エスカレーターで行きます。
職するの久しぶりだから嬉しいです。でも楽しいですよ、誰かと一緒にご飯食べるの。いろんなことできればなぁと思ってます。そうですね、そういうのを目指してます。悪く言っちゃうと器用貧乏ってことなんですけどね。オール5は無理ですけど、オール3くらいで。そうです、わかりました。私あんまり顔に特徴ないじゃないですか。だから高校まであんまりクラスの人たちに覚えてもらえなかったんです。だから印象付けにと思ってつけるようにしたんです。
ですよ。楽しいです。はい、私あんまり男の子と一緒に歩いたりしたことないですから。だからこうしてるだけでなんか楽しいです。Thank you.
私がミスだと鼻が高い？言うことがちょっとキサっぽい。
おはよう。ちょっと忙しくて。後でいい？じゃあ昼休みに体育館の裏に来て。Thank you.
Thank you.
送とかで。自分でも絵描いたりするの？
こんな時間だ。帰ってビデオ録画しないと。今日はアニメの再放送よ。さあ帰って集中しないと。それじゃまた明日ね。
いかないわよ。スプレとかしてみたい？本当？じゃあ今度一緒にヘアのキャラとかやろっか。スプレしてる子って見ててよ。Thank you.
子だけで遊んだ時にちょっとふざけて撮ったやつだから。ちょっと待ってね、やっぱ整理してから見せるね。考えちゃダメよ。
して付き合っていければと思ってるの。
心当たりないんだけど。何言ってんのケンジ君。あたしよ、カオル。子供の頃よく遊んでたな。子供の頃？え？まさか、あのカオル？思い出してくれた？やっぱり運命の出会いっていうのはあるのね。こんなところでケンジ君に会えるなんて、見てすぐ分かったもん。そう。あ、そうだ。私あっちに並ばなきゃいけないんだ。それじゃあケンジ君、後でゆっくりね。ああ。家のどこに？あんたの部屋でいいんじゃない？ちょっと待て、息子の部屋に女の子を泊めさせようなんて、それでも母親か。女の子？カオルは女だったぞ、さっき会ったら。そうだっけ？そうだっけ？じゃねえよ、どうすんだよ。どうしよう。まさかこんにちは。上がりなさい。お世話になります。じゃあカオルちゃん、お風呂入っといて。そんな、おじさんよりも先に入るなんて失礼なこと。いいのよ、
今日はお客さんなんだから。いいんですか？ああ、たまわり。それじゃお先します。さてどうすんのさ。そうね、女の子だとは思ってなかったわね。ま、いいんじゃないの。わったわった、そんな格好でうろうろすんな。前の娘がね、男の部屋に泊まるっていうことがどういうことか分かってんのか。うん、そっか、ならいい。じゃなくて、だって嫁に入るつもりで来たんだもん。ドアの外に来た。あ、言ってたのかよ。間違いだけは。ダメダメ。ねえ、ケンジ君。あ？覚えてる？子供の頃のこと。うん。まあな。ケンジ君と一緒に遊んだ頃のこと、今でもはっきり覚えてるよ。すごく楽しかった。いつも二人で遊んでたもんね。だから。ケンジ君家が引っ越すって聞いたときはすごく寂しかった。ケンジ君いなくなっちゃうの？うん。寂しいよ。俺だってカオルとずっといたいけど。やだ、いなくなっちゃう。
寂しいけど、でもきっといつかまた会えるよ。俺手紙とか書くからさ。うん。ちょっとの間別々になったって絶対俺たち一緒だからな。大人になってもずっとずっと一緒にいような。小学校に行っても中学校に行っても、ケンジ君のこと忘れたこと一度もなかった。きっといつか会えるって信じてたから。正直俺はそんな子供の頃のことを覚えてはいなかった。でもカオルはずっと俺の言葉を信じて生きてきていたわけで。アニメの格好なんて子供じゃあるまいし。
ないでよ。ケンジ君はこの楽しさが分かってないからそんなこと言ってんでしょ。そんなもん分かんなくて当たり前だろ。アニメなんてガキの見るもんだろ。違うわよケンジ君、見もしないでそんなこと言ってるんじゃないの。当たり前だ、見るわけねえじゃんそんなもん。もうとっくに卒業してるっつーの。回ったんじゃねえよ、成長したんだ。お前は変わらなさすぎる。カオルちゃん、お風呂入んなさい。ほら、風呂入れってよ。なんだお前その格好は。かわいいっしょ。だからなんでそんなの着てんだっつーの。ケンジ君にもこの楽しさ教えてあげようかと思って。いらん世話だ。かわいいでしょ。別に、うん、無理しちゃって。別に無理なんかしてねえよ。お風呂空いてるよ、入んないよ。わかったから帰ろよ。わかってるよ、衣装汚したくないもん。ちゃんおはよう。おはよう。どうしたの？なんか朝から顔が疲れてるんだ。いや、いろいろありまして。どうよ？実は昨日言ったカオルっていう子が家に泊まってることになった。そうなの？親が勝手に決めててさ。
第一、俺あいつのこと女だと思ってないからさ。そんなひどい。いやマジでマジで、女っぽくないんだもん。そう？今朝もあいつが散らかした部屋片付けてたんだよ。それで疲れた顔してるのかも。ケンジ君、いいお婿さんになれるかもね。行きましょう。次は発声の授業だから音楽室よ。大丈夫よ、子供じゃないんだから。別に心配なんてしてないよ。そうかい？ただいま。遅かったな。うん、友達と盛り上がっちゃって。友達なんかいるのか？うん、現場で友達になっちゃった。同じキャラやってたりすると気があったりするからね。ナンパされたのか？違うよ、女の子。何、心配してんの？バカ、そんなわけあるか。大丈夫よ、心配しなくても。私はケンジ君のものだから。バカ、誰もそんなこと言ってないだろ。お前が散らかしてたの片付けといたぞ。本当？ありがとうケンジ君、いいお婿さんになれるよ。アホ、朝っぱらからドタバタして出ていくから。昨日から準備してりゃいいじゃないかよ。ごめんごめん、昨日は疲れてたんだもん。ロボゴン知らない？ロボゴンってあの古いやつか？あれなら捨てたけど。捨てた？嘘。なんだ、いるのか？あんなのボロっちいからゴミに出しちゃったけど。バカ！あ、おい、カオル！
カオルは？さっき外に出てったよ。なんだよ、そんな泣くほどのことじゃないだろう。ケンジ君、覚えてないの？ケンジ君家が引っ越すときにくれたの。これを俺だと思ってくれって旅行に出かけるからね。何？何びっくりしてんのよ。言ってあったでしょ？そんなこともあったかもしれんけど。大丈夫よ。ご飯とかはカオルちゃんに頼んであるから。それでいいのか？俺とカオルだけ残して。私がやっておきますから安心して行ってきてください。お願いね。はい。なんなんだあの親は。子供を置いてくか普通。いいじゃない、たまにはゆっくりさせてあげても。そうは言ってもな。でもなんかこうすると新婚さんみたいだね。お前な、分かって言ってんのか？何を？いや、別に。どうしたの？急に黙って。いや、別に。じゃあ俺学校行くわ。はい、行ってらっしゃい。帰ってきてね、あなた。やめんか。ケンジ君、おはよう。おはよう。今日もお疲れ気味？ちょっとね。カオルちゃんと何かあったのかしら。行く！それよりさ、リカちゃん明日とか暇？うん、特に予定ないけど。じゃあさ、どこか遊びに行かない？この前の代わりに。どうしようかな。カオルちゃん
カオルはどうでもいいからさ。どうでもいいのって、ケンジ君そういう人なんだ。久しぶりに会った幼馴染を放っておくような人なんだ。いや、そういうことじゃなくて、カオルは何か用があるみたいだったから。そんなことございません。迷惑しております。どっちかしら。じゃあどうする。お任せします。じゃあね、10時頃にアルタ前ね。はい、わかりました。あ、時間よ、行きましょう。ただいま。おかえりなさい、あなた。何を言っとるんだ、アホ。いいじゃない、新婚ごっこしようよ、アホ。
ートだって。ケンジ君、なんかウキウキしてる？よくわかるな。どうしたの？今日なんかあるの？だよ。なんで？今日は友達と一緒だからさ。友達って誰？深島くん。女の子？そうでもいいじゃないかよ。やっぱり女の子なんだ。じゃあ俺は出かけてくるからな。私は？お前はうちで遊んでいるがよい。それじゃあ行ってくるからよ。将来はリカちゃんをテレビで見れるんだね。
今のうちに仲良くなっておかないと。そんな、お姉にとかは…リカちゃんはきっとなると思うよ。可愛いし。使い古された言葉だけど、お人形さんみたいっていう表現がぴったりな感じだもん。そんなことないわよ。真正面からぶつかってんだよ。おめえちゃんと目ん玉ついてんのかよ。だからごめんって言ってるでしょ。なに女みてえな喋り方してんだ。ん？女？なにすんのよ。いやいや邪魔。何あるか言え。あそこか。分かった、すぐ行く。どうしたの？リカちゃん、ごめん。異常事態なんだ。すぐ戻ってくるから待っててくれる？え？私も行った方が。いや、危ないから待ってて。なんだてめえはよ。ケンジ君、かっこつけて出てくんじゃねえよ。お参りさん、こっちです。やべえ、行くぞ。
がおまわりさん連れてきてくれたの。大丈夫かすか。うん、ごめんね、ケンジ君。大丈夫、まあ、ごめんね、せっかくのデートなんで。風呂入ってたのか。どうした？なんか目が赤いぞ。なんでもない。そうか。ああ、そうそう。お前に渡すもんがあったんだ。はい。なにこれ？いいから見てみろよ。この前壊しちゃったからさ。新しいの買ってきたんだ。新しいやつの方がいいみたいだぜ。変形とかするし。
男の子に揉まれたことある？え？教えてよ。私も言うからさ。何話してたの？いろいろ。いろいろって？それは女の子だけの秘密。し、気になるな。じゃあここで。ケンジ君、中でお茶でも。アホだからわけわかんないこと言ったかもしれないけど。そんなことないよ。カオルちゃん、ケンジ君のこととっても大切な人だって言ってたよ。そうだから幸せになってほしいって。あいつが？そう。で、私にも頑張ってって。リカちゃんに？うん、ケンジ君のことよろしくって。よろしくって言われても困るよね。そう？いや、どうだろう。ケンジ君は私のことどう思ってるの？おはよう。昨日はありがとう。え、
カオル、あのバカ、4時の新幹線、今何時だ。3時20分、ギリギリか。